まあ、一番はやっぱり自然と触れ合うことができる、まあ、それはやっぱり心の豊かさにつながっていくんじゃないかなと思ってます。やっぱり木のぬくもりってあると思うんですね。やっぱり木に触れるぬくもりを感じる、まあ、これはやはり人生の中で大きな利点だというか、まあ、すごく大きな魅力だというふうに思ってます。自然の中で暮らしてきたので、それは大人になってからもやっぱ自然は好きで、その自然に関わるような仕事がしたいなと思って林業を選びました。まあ、たくさん生えてる木があるんですけど、やっぱり道をつけてそこに入っていって、まあ、抜刀作業をして、まあ、全部木が倒れて、まあ、造材、集材全部終わったらやっぱりスッキリするので、切り終わった後はやっぱり開けるので、やっぱりそれが一番気持ちいいですね。安全、非常にまあ林業危険な部分がありますので、やはり自分の身は自分で守ると、仲間の命も守るという、やはり安全について非常に意識の高い方に入ってきていただきたい。何をしたらこうなるとか、そういうのをあらかじめその災害例を挙げて、それをどんなふうに対策をしたらその災害を防げるかっていうのを事前に危険予知、そういう対策をみんなで作業するようにしています。抜刀方向がやっぱり一番大事なので、やっぱり木はやっぱり枝があるんで、その重心が変わったりするので、その、まあ、重心のことも考えて、まあ、角度とかを調整して切るようにはしていますね。やっぱ狙った方向に倒れるとやっぱ気持ちいいですし、やりがいが達成感があります。やっぱり切る範囲がどうしても決まっているので、しっかりその範囲の面積分切れているのかだとか、そういうところをやっぱり調べるためにドローンを飛ばしています。導入前はやっぱり面積の資料を見て、自分たちの足で歩いて面積を出したりしていましたね。そういう歩く時間も体力もやっぱり全然ドローンが飛ばすと違いますね。休憩はまあいろいろですけど、まあ外で食べたりとかもやっぱりしますね。お昼はその奥さんが作ってくれた弁当を食べています。それは楽しみです。やっぱり嬉しいですね、作ってくれたら。やっぱり頑張ろうと思います。景色見ながら食べる弁当はいいですね。そういう綺麗な景色を見たら、やっぱりああこの仕事しとってよかったなって思います。最近まあ子供が生まれたんですけど、先月。やっぱり大変ですけど、やっぱ可愛いですね。子供のために頑張ろうと思って、今まで以上にやっぱ気合い入れて仕事を頑張っていきたいと思います。未経験者も含めて若い力で一緒になって林業を変えていく、やっぱりそこは新しい視点、観点、発想力、あと変化していくっていうことに挑戦するっていうところが必要になってくると思いますので、そういう方に入ってきていただいて、林業を変えるっていうところはですね、ぜひ一緒になってやっていきたいなというふうに思います。